ね、川口で恒例のロッカー見学会というのが行われたわけなんですね。私たちもそこに行ったわけなんですが、ね、ラッキーでした ね、うん、そうですね、はい、はい、その模様をでは VTR でご覧いただきましょう。はい、ねえ、はい、その見学会の方々もう目が真剣そのものでしたね。そうですね、それでここ第3コーナーの内側でほら見せていただいたんですよ。内側から見るっていうことは普通ないわけですからね、ないですよ。ここ怖かったです。これ怖かったの、これで嘘、牛澤選手がね一瞬グラッと、はい、私たちの目の前なんだよね。目の前ですよ、すごい速くて爆音で、テニスだったら割と、はい、あの距離があれなんですが、360度首が回らないとねこっからは見れないですからね。そうですね、はい、ご覧いただくと女性の、ね、方が結構たくさん座ってらっしゃってね、はい、女性ファン多いんですね。距離がね、すごくあの詰まったり、もうちょっとこう触れそうになったりっていうのが分かるんで、ね、めちゃくちゃ怖いですね。浮きそうになる時がこうグラッとくるのが見てて怖かったですね。いやだから本当に、いやあのほら突っかけられるのも突っかけるのも怖いでしょうしね、選手も、そうですね、お互いにね。だからやっぱり大変なスポーツですよこれは。素直にね、かっこよかった、本当にかっこよかった。いやーロッカーはね、あのやっぱりピンとなんか気が引き締まる感じがしますね、大好きですよこの匂いも、そうオイルの匂いがね、男っぽいですよね、見学会の方々ね、いろいろ写真撮ったりして、先ほどグラッと来た牛澤選手がまた丁寧に教えてくださったんですよ。じゃあエースママは2リッターは一応満タンにするんですか。そうです、ね、タンクは2リットル入るんですね、ギリギリのところ、このタイヤも決まってるんですよね。はい、決まってます。これこっから削っていいんですか。こっから削っていいんです。あ、削ってもいいんですか。削ってはいいんです。あ、いやタイヤ削っていいなんて、なんか絶対分かんないですよ。分かりませんでしたよ、削るのはいいんです。あとこの溝を掘るのは掘ることがいいんですね。はい、この番号っていうのがあるんですけど、これが作られて日にちなんですよ。これタイヤも使う側と使わない側というのがあるわけですもんね。ありますよね。ですから左側しかすり減らないっていうことですから。そうそうそう、あこれはそう、もうねハンドルがねものすごく気になってたんですよ。僕もね大体こう4台ぐらい普通の通常のバイクね乗ってきてますけれども、こんなハンドルはまずないですわね。それで位置がね、左の手がもう少し僕は掴みやすいかと思ったんですよ、はい、それがね自分の方に顔の方に来てて、しかも内側から掴むって感じで、ね、順手なんだけれどもそれがちょっと内側に傾く感じですよ ね、 そうですね、左手がね、だから手首がねちょっとこうひねられるような感じで、そうですね、これは驚きました、はっきり言って。実際こう持ってみるとやっぱり感じますよね、その角度といいますかね、まあね、あのそれ以外にね、このちっちゃいワッシャーっていうんですか、それ1枚でね、もう1枚変わるともう乗ってるとすぐ分かるとか、やっぱり僕らから見ると全てのパーツが違うわけですよ。そうですね、一つずつが、全く違うので、まあ、素人の僕から見ても、ものすごく面白いですね。タンク一つ、タイヤ一つ、キャブレター一つ、エンジン一つ取ってみても、で前のサスとかですね、後ろにはサスがないとか、はい、もう本当にあの石澤選手ありがとうございました。本当にどうもありがとうございました、それからね、あのベテランのですね福田選手、篠崎選手も詳しくあの教えていただいて、見とるよ見とるよって言って、いやー今
恐縮しながらですね、優しく教えていただいたんです、ですから私はもうお三方と今後心中するようにしますレースは絶対もう真っ先に書きますから、ありがとうございました。どうもありがとうございました。今回のロッカー見学会は友達との参加のほか親子での参加もあり、初めに行われたオートレースに関するレクチャーの中でも活発な質問が飛び交っていました。ロッカーに入ると今度は選手への質問や一緒に写真を撮ったりと、普段入ることのできないロッカーを楽しんでいらっしゃいました。行われ、迫力のあるレースを楽しんでいらっしゃいました。